ち続けなきゃいけない戦なんで負けないでベイビー、なんか狂ってるなって思ってる方が楽しいですよね。で死ぬ時に、あ、キテレナナだったなって思えることが、それまでソロをなんとなく封印しなきゃいけないんじゃないかみたいな、静かに息を潜める、言ったらめんどくさいやつなんじゃないかと思われたりすんのも嫌だなみたいなところも自分が大事にしてるものをひたすら大事にして生きていきたいっていうのはすごく思ってて、なんかそういう風にあることがキタレナナとしてのかっこよさを貫けることなのかなっていうのは思ってますね。